予備予選の結果発表は当初9月30日の予定でしたが、急遽前日の夜の発表となりました。そのため信行さんはコンクール会場での発表には間に合わず、ロビーに貼り出された掲示板で名前を確認することに。なんて書いてある？信行辻。あった。嘘。あった。よかった。よかった。よかった。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ありがとう。よかった。とりあえず飲む学士。よかった。どうも、川上先生ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで合格。よく野田さん見つけた。よく見つけた。67番なんだ。67番。アルファベット順だからね。A から順番にね。80人です。もうお風呂入ってて、今ちょうどなんか出た頃で、もう発表なんで今日なのかって思って、もう急いで出てきて、もうびっくりしましたよ。もう急に発表が、ね、変更になっちゃった。で見てもらって受かったって聞いて、やっぱり嬉しいですよ。もうそれでもう一次予選頑張るぞって、やってやるって気持ちになりましたね。もう最終的に予備予選に出場したのは257人でした。そのうち80人が一次予選に進みます。日本人は信行さんを含め19人が残りました。審査員は信行さんの演奏をどのように評価しているのでしょう。点数制ですので、どの審査員がどんな点をつけているかはお答えすることはできません。ただ彼の評価で非常に大事なのは、私たち審査員全員が普通に目の見える人と同じ基準で彼を評価しているということです。そうでなければ彼に対して失礼だということです。ショパンコンクールはピアノだけのコンクールで、演奏曲目もショパンの曲だけです。つまりショパンを弾けばそのピアニストの力量がわかると言われています。ショパンをどう理解するかっていう部分は人それぞれ違うと思うんですよね。だから今信行くんが今の17歳という年でもね、ショパンの理解、プラス今できるそれを理解した上での表現力ですよね、これがどこまで出るかで、それは彼のキャラクターというか性格と、音楽の感じ方とね、表現力が本当にある程度まで高みまで持っていければね、審査員はそれを理解してくれると思いますね。楽譜をそのまま弾いただけではショパンにならない。信行さんには17歳では考えられない一音一音に込める表現力があると川上先生は言います。信行さんの音楽に対する純粋な心、そしてショパンに対する尊敬の念、それが聴く人の心に伝わり、感動を呼ぶ演奏へとつながっているのかもしれません。
予備予選の時に私はノートを取っていて、信行さんがステージに上がったところを見ていませんでした。数分演奏してから目が見えないのだと気づいたのです。つまりテクニックは大変安定していて素晴らしいし、技術的にも表現力のあるピアニストだと思います。全然そういう部分ではその苦労がないですし、そのピアノに関してね、もちろん日常生活っていう部分ではいろいろありますけど、だからそういう点本当にあまりその全盲っていう部分は音楽家にはハンディにはならないんじゃないかなって、第一次予選の演奏曲目は6曲、時間にしておよそ45分、休憩なしの演奏ですから体力と精神力は相当なものです。無事に終え、この日はレッスンを休んでワルシャワ郊外にあるショパンの生家を訪ねました。ピアノの詩人と言われたショパン、そのショパンが愛用していたピアノ、ショパンの心をつかもうとここで弾いてみることにしました。そして神の手と言われたショパンの手にも触れてみました。一次予選の結果発表、この日で80人から30人に絞られます。発表の予定時間が過ぎてもその気配さえありません。審査は再投票が行われるほど難航。結果発表は深夜0時半を回っていました。Przeczytam je w kolejności alfabetycznej. I will read the list in alphabetical order. So Jung An, Korea Południowa. Piotr Banasik, Polska. Rafał Blechacz, Polska. Nicolas
Grądzie Francja. Ciao in Chang, Taiwan. 信之さんの名前がなかなか呼ばれません。Krzysztof Trzaskowski, Polska. Numer 67. Nobuyaki Tsuji, Japonia. Numer 오디오 드라마